ミルノビスタジオ、よいしょ。さあ、この番組は毎回気になるテーマについて2人の独自な目線でおしゃべりするラジオ番組でございます。お願いします。今日のテーマは、はい、中華定食。中華定食、うん、もう中華屋さんの定食、まあ、うん、まあ、よく僕らね、あの、はい、王将とかよく行くんやけど、はいはいはい、なんか、まあ、あの中華屋さんによって、うん、定食の組み合わせいろんなあるやつが、はい、ちょっと餃子ついてたりとか、うん、唐揚げとかで、うん、で、自分の理想とする最強の定食、うん、なるほど、組み合わせ、はい、あるかなと思って、何かその僕とか名前よく一緒に中華屋さん行ってさ、うん、理想の定食あるとことないとかあるやん、はい、これついててほしいとかさ、こっちあるのに、いやこれが変わってくれたらとかね、そうそうそう、ありますよ。あれでね、はい、僕はベストは、ベストはですね、うん、僕結構そのやっぱ餃子も好きやし、うん、唐揚げなんて毎日食べてるから好きっすもんね、皆さんね、うん、唐揚げも欲しいし、うん、よくあるのが、まあ、そのチャーハンと餃子と唐揚げとかよくあるけど、たまにやっぱチャーハンと餃子だけとか店もあるやん、それで1200円とか、はい、俺で1200円かみたいな行くねって言うやつね、どんだけ飲んでんみたいな、ね、それなりの餃子あるやん、美味しい、美味しいからいいんですけど、そこに行くから大丈夫ですよ僕は、まあ、言っちゃきりないけど、はい、キクラゲの卵のニラ炒めが結構好きで、あれが意外と米と合う、美味しいけど、美味しいけど、それあげますか。そう、ほんで口直しに、口直し酢豚も美味しくて、酢豚って結構量あるとちょっとやっぱ飽きちゃうというか、そう、でも口直しにはこう美味しくていいなみたいなね、だからね、僕はチャーハンに酢豚一口、キクラゲ卵を二口、餃子二個で、唐揚げ一個で、ミニラーメン、あー、なるほど、でチャーハン一人前、なるほど、これで、ベスト980円。わー、いいですね。いや、一口、まあ、小皿ぐらいってことですか。一口っていうのは小皿半分ぐらい、半分ぐらい、あ、ほんまに、はいはいはい、酢豚、うん、はい、の豚肉粉と、うん、あ、もうそのぐらいでもね、人参と玉ねぎ粉があってる、ちょんですね、あ、まあ、弁当に入ってるこのあれぐらいでもいい、980円のお酒のには、お酒のにはちゃんと利益も考えてるね、向こうので、チャーハンはもう腹いっぱい食べたいからちゃんと一人前、なるほど、でやっぱ中華行ったラーメン屋も食べたいからミニラーメン、はい、ミニラーメン、あー、ミニラーメンはもうほんとネギだけでいいんですよ、麺のスープとか、シンプルなやつで、はい、あれキクラゲのね、あれ結構うまいですよ、キクラゲの卵、はいはい、なんかそれおすな、あれ米と一緒に食べるの、で唐揚げも1個、餃子2個、それぐらいがまた明日来ようってなる、あ、なるほど、毎日そのメニューでもいい、でもいろんな食べれるって、それをちょっと出してほしい、あ、ベスト、なかなかないですね、見ないですね、あ、これも出しちゃったから言いにくいかもしれないから、言いにくいってか、ここそれてたかとは、中華屋じゃなくても最悪よ、いやいや、まあ、なるほど、のび太さん的に中華屋のベストかもしれない、他の本当ベスト、はいはい、本気ベストで、本気ベスト出しちゃってよ、別に変わったやつじゃなく、はいはいはい、僕が一番は、うん、まあ、まずは僕ラーメン好きなんで、おー、好きだね、ラーメン、もう普通のサイズのラーメン、まずの、おー、醤油、うん、中華屋の、まあ、中華屋とはそうなりますね、多いですよね、豚骨も、豚骨の方が好きかな、あー、もう贅沢や、豚骨でした、豚骨もあるラーメンや、豚骨もあるラーメンやね、ちょっと薄いけどね、こってり、こってりがいいです、こってりお願いします、ね、たまにあるでしょ、王将でもこってり系とか、あるね、こってりでお願いします、醤油のと、はい、まあ、なんとか丼、あー、好きやね、はい、よく好き、僕なんか何でもいいんで、そぼろでもいいし、はい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 、でチャーシュー丼でもいいし、はいはい、そのなんとか丼めっちゃ好きなんですよ、それミニ、まあけどちょっと抑えてミニ、あ、なるほど、ね、ちょいミニぐらい、ちょいミニぐらい、めっちゃ少ないのはあれやけども、あ、なるほどね、はい、僕あんまチャーハンは頼まないんですよ、ほんまやな、あんまないでしょ僕、うん、天津飯は大好きなんで、天津飯は絶対天津飯は、はい、俺も頼まつられてつられてね、チャーハンとラーメンはなんかあんまないんですよ、そんなに、そうやったら白飯でいいし、白飯っていうの普通のあれでいいし、はいはい、かそのなんとか丼みたいなのが、そのセットがもう僕はもう黄金、
あーよく見るわ、はい、黄金なんや。それにちょっとまあ漬物とかがね、ついてるっていうぐらいのやつが、お口直し、はい、お口直しのやつでついてるっていう、それが一番ベストですね。あーなるほどね。それがいかに、あとはラーメンがどんだけ美味しいか、丼がどんだけ美味しいか、珍しいちょっと丼とか、はいはい、そんな丼やんねや。そう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 、ちょっと独自のね、独自のね、はい、一回なんかもうちょっとムカついたんが、はい、どっかでこうまあなんか何かで言ったら、はい、そこのやっぱそういうのを食べるんですよ、はい、一番、まあ、美味しいとされてるラーメン、はい、でそこのなんとか丼みたいなのを、はいはいはい、絶対その組み合わせを僕は、はいはいはい、食べるんですよ、はいはい、それで行ってラーメンとそこのねなん、まあ、名前がついてるなんとか、はい、丼、はいはい、何丼かちょっと分かんないけども、はいはい、それ頼んだんですよ、はいはい、ラーメンがなんかそんなイマイチ。あーなるほどね。美味しいけどまあまあ普通かなみたいな。うん。と思って。はいはい、でちょっとこうなその中で自分の中のメインを決めるじゃないですか。はいはいはい、こう一番最後に取っとくというか。はいはいはい、で丼で行った時に、こ、う、の、ん、なんかねなんていうのキクラゲのやつやったんですよ。キクラゲってなんかあこうあシナチコか。あはいはいはい。ラーメンに入ってる。メンマメインのあれだったんですよ。はいはいはい、なんかそんなに、はい、なんか心躍らんというか、肉入れろと。肉入れろと。はいはい、で、ほんでたら、はい、うずらの卵があったから、はいはい、そこにポンと。僕の中ではもうそれがもう、はい、まあまあこの中のメインというか、はい、最後後半に食べるやつだなと思って。卵ね。はいで、進めてて、まあまあまあと思ってこう食って後半食べようと思って走れたらびっくりしたんですけど、マヨネーズの塊だったんですよ。なんというバカな話でしょう。まあ僕が悪いんですけど、綺麗にプリンってなったから絶対うずらやと思って、もうここでうずら行くかと、よししてるな今、スンっていったら感触がないと。ただマヨネーズの塊で、なんやったらそれ混ぜてないから、そらこうご飯薄いわっていうね、メンマも美味しく、それ絡めて食えっていうことやったんやろ、ね、腹立つわと思って、それがね、美味しかったらこの組み合わせ最高っていうね、なるほどね、僕は、ね、理想の、はい、理想の僕は定食はそれですね。なるほどね。やっぱそれぞれのね、やっぱベストあれがありますからね。確かにね、うんうん、でそれ言うと、はい、その僕もそのさっきチャーハン一人前って言ったんですけど、できれば中華鍋みたいにこういう形にしてくれて、うんはいはい、区切りをつけて、うん、あのマークみたいなやつ、そうこんなやつ、うんうん、この半分をチャーハン、うん、半分を天津飯、うんうん、いや贅沢言うな、贅沢言う、それ言っちゃいます、あそこまで行きます、やっぱちっちゃい、うん、あラーメンついてるけど、はい、ちっちゃいスープもね、卵を閉じたやつとか入れて、はい、味もしっかりやってね、たまにお湯だったらすぐ中華やからスープ風お湯出しが、ただのお湯やんけってやつね、美味しいとこめっちゃ美味しいのね、そう、美味しいです、うん、それがいいね、うん、ちゃんと980に収めようとしましたね、ここまで手間かけてくれるとこなかなかないですよ、これは。なんなのその薄だと思ったらマヨネーズの塊だった、やったっていう話です、そんな、うん、ひどい仕打ちでもないしさ、どっち最悪どっちでも一緒さ、こっちからそうですね、うずらでもマヨネーズ、いや僕の中ではもううずらのトップとしても婦人を組んでたのに、どんなほんまこんな、もうご飯もほぼ減ってるからマヨネーズ濃い濃い、残すんやから食うたけどっていう、いいですね。皆さんもちょっと楽しいよね。楽しい楽しい。いいですね。そこまで細かくは考えたことないから、いいですね。あ、そう。はい。うっすら思ってる、注文。ああ、毎回、これがないのかっていう。はい、メニュー見ながら店長の方を近づいて。やるか。そうですね。そのまま無難に終わらせてもらうなんて、そんな思ってないわみたいな、もう値段買えよみたいな、堂々とだと思ってる、堂々とやったろ、店長が考えたの、いや違うよ、本社が考えてるの、でもうっすら思ってるよ俺は、だから俺その中華屋行って天津飯食べる日はもうチャーハンも食べたいから、その日の夜は絶対チャーハンも、あ結構多いですよね、昼食うて夕方食うのもいけますよね、意外と絶対食うもん、やっぱどっかで4食食べな、損した気分、そうどんだけちゃんとしっかり食わな、そう夜中でも食べちゃう、そう意外としっかりとこの食に向き合ってますもんね、そうなんかね単純にお腹すくね、うん
でやっぱもともと柔道30年もしてたからタンパク質途切れるのが怖い、取らなっていうちゃんとそう染み込んでるんですね。そう油もんとか普通に取りまくるけど、うん、甘いもんとか、はいはい、タンパク質だけは、うん、長時間取れへんかったら不安になる。ドリーム、またちょっとしばらくだったらまた更新してたらね、新たに、うん、違う中華以外のものやりました。ああいいですね。なんかね、そうやね、違ったところのベスト、日々ちょっとうっすら理想の、はい、考えてないわ。考えてないわ。まけど、まだね、ちょっと別のジャンルでも、はい、やっちゃいましょう。楽しかった。うん、楽しみ、はい、よろしくお願いします。はい。